の裏。雨が降ってる。もんじゃー。あ、いたいた。お疲れ様です。おお、これで受付してくれるんだ。さあ、やってきました。やってまいりました。もんじゃ焼き屋さんだけど、ちょっとお好み焼きも食べたいね。もんじゃはやってたらお好み焼きは絶対やってます。一応メニューはこんな感じ。もんじゃだいたい1380円からって感じですかね。でお好み焼きも同じような値段でいただくことができます。ましよし。ちょっと食べたかったんだよね。明太もちもんじゃ。あ、もう決まってる。はい。あと豚玉。はい。はい、おしぼりです。おしぼりでちゃんと手を拭きましょう。はい、注ぐところ取って。はい、わかりました。大丈夫ですよ。今度こそ大丈夫ですよ。まずは前菜ってことになるのかな。たたききゅうりの梅あえ、はい、梅わさびあえだって、はい、どんな感じの。それでは実食、どう食べればいいんだ。うまっ。おいしい。はい、いただきます。味噌を届ける実食は明日味噌コースだ。うん、うまい。まあうまいよ。はい、明太もちもんじゃ。明太かー。そうだよね。うまいんじゃん。トッピングのチーズもあります。これを状態です。僕ら動画で一生懸命なんで。そういうことね。あ、まだチーズある。一回あるかないかぐらいだと思うよ。なんか怒られる。自分ばっかりで。あ、美味しそう。完成です。なんか食べ所がよく分かんないんだけど。いただきます。実食です。もう食べれるよ。え、そうなの。 これでいける状態なの。全然謎なんだけど。え、そうなの。ね、全部食ってもくるよ。風がマジか。この状態なのか。はい、いただきます。おいしい。マジでこの状態なんだ。オーマイガーって言ってください。オーマイガー。いやー、もんじゃ美味しかった。ペロリだね。うん、
もう次の鶏肉も切るよ。お好み焼きです。これで鉄板の鶏肉、これ鶏ももか。だいぶ形ができてきたね。ああ、なんか安心して見てられる。うん。自分たち作らなくていいからね。作ってもらった方が全然いいよ。Thank you.
鶏ももの中にマスタードかな。はい、その焼きもちょっと。もう食べていただいて大丈夫ですよ。いやー、美しい。食べて食べて、はい、食べて、シェフです。食べて。いただきます。あ、うまい。うん、おいしい。いや、つやつや。完成。ということで今日は月島もんじゃクーヤというお店の、ランチをいただきました。
さあ行きますか。